ごきげんよう、山口彩希です。今日はチンライブを歌いたいと思います。昭和13年の曲です。皆さん知ってますかね。この曲すごくね、ユーモアあふれる歌詞となっておりますので、そこも注目しながら聴いてください。とまあ、信頼っていうその、言葉なんですけど、中国のね、中国語だと思うんですけど、日本語に訳すと、来てね来てねとか、おいでおいでっていうような意味合いだそうです。間違ってたらコメントください。調べたらそうやって書いてました。時代がね、変わりゆく、いろんな、新しいものが入ってきたりとか、日本ね、新しいものが入ってきたりとかあって、そういうもういろんな変化がある中で、当時を過ごしていた方々のすごい心の中の、なんやろ、きらめきとかすごく感じれる一曲じゃないかなと思います。ちょっと何言ってるか分かんないですけど、じゃあ聴いてください。チンライ節。ありがとう。ぜひ皆さんも歌ってください。